ここは東京町田市にある介護施設合唱園。利用者も職員も施設に関わる全ての人を幸せにしたい、そんな理念のもと、地域のニーズに応える3つの事業所を展開しています。今回は福祉系大学に通う2人の学生とともに、合唱園の中でも長い歴史を持つ特別養護老人ホーム桂寮を訪ねました。以前アルバイトで介護の仕事を経験したことがある岡本さん。職員さんが実際に働いてて介護職にどういうふうなイメージを持っているのかとか、仕事のやりがいとかを聞けたらなと思っています。介護の仕事は初めてという小林さん。どんなことをするのかまだわからないので、ちょっと不安があります。さあ、2人の一日体験に密着してみましょう。施設内を案内してくれるのは統括リーダーの江口さんです。特別養護老人ホーム桂寮ですけども、1階2階の2階建てになってます。総勢で88名のお客様いらっしゃいますけども、この奥お部屋なんですけども、この奥がスミレユニット、上に行って2階この真上ですね、これ桜ユニットで、奥もう一つがユリユニットと、スミレ桜ユリと3つに分かれています。ユニットって何ですか？ユニットっていうのは、まあ、グループって考えてもらえれば一番分かりやすいと思うんですけども、まあ、スミレグループ、ユリグループ、桜グループみたいな考え方ですね。1階には自分で食事やトイレができる自立した利用者さんが多く生活しています。2階のフロアは比較的重度の介護が必要な方や、一時的に入居して介護を受けている、いわゆるショートステイの方が利用されています。病院ではなくて、あくまで施設、施設っていうのはお客様が生活する場なんですね。病院は治療する場、例えば家に生活した時に、家に飾り気が全くない家とかないですよね。なんかポスターがあったりとか、カレンダーがあったり、施設に応じたあの設営を行っています。合唱園で働く日勤の職員の一日は朝8時半から始まります。先輩という立場で学生たちの一日体験をナビゲートしてくれるのは、在籍2年目の村田さんです。今日はよろしくお願いします。お願いします。学生たちを連れてまず村田さんが向かったのは、はい、これはインカムって言います。インカム？それは一体？これは全職員が出勤した時から退勤する時まで仕事中はずっと身につけてるものになります。では皆さん、インカムをまずつけてみましょうか。はい、はい、こっち側がマイクになっています。で、ここがインカムのスイッチです。はい、こっち側は耳につけてください。はい、ではインカムをつけて体験スタートと思った矢先、早速一本の呼び出しが。はい、了解しました。今村田向かいます。今インカム聞こえましたか？聞こえました。はい、了解しました。今こういう感じでヘルプが呼ばれているので、お客様の居室へ向かいましょう。はい。合唱園では通信機であるインカムを使うことで、困った時にみんなで助け合っています。居室から膝掛けを持ってきていただくことできますか？お待たせしました。ありがとうございます。インカムがあることで、他の職員がどこでどういう動きをしているのかなっていうのも常に情報として耳から入ってきているので、とてもそこがメリットだなと思っています。続いて村田さんが取り出したのは、いつも記録用に使っているタブレットになります。まず職員が朝出勤した時に記録とか、あと引き継ぎ事項を確認することなんですけれども、まあ、いくつものファイルを持ってきて、それを一枚一枚めくるよりも一覧で見ることができるので、とても時間短縮になっています。つい残業になりがちな介護記録をまとめる作業も、空き時間を利用して素早く入力、仕事が効率的に。入力した情報はタブレットやパソコンから他の職員もみんなで共有できます。
さあ利用者さんお待ちかねのランチタイム。職員は食事の準備や片付けを行います。金子様、椿様、後ろから失礼いたします。これがとろみ剤と呼ばれるもの。チーズもあとはもう混ぜるだけ。このとろみっていうのは何のためにつけるんですか？とろみをつけないと普通のお茶を飲んでしまうとむせてしまうお客様にお出ししてます。これは週に一度行われるお菓子の出張販売です。楽しみですか、ここでお買い物するの？ね、よそに買い物に行かないで、ここで買って誰かお見舞いに行くときに行こう。自分が食べるためじゃない。なるほど、お客様が来た時用に買っておいて。そうそうそう、お客様に一緒にお茶出しをしましょうか。はい、よろしくお願いいたします。よろしくね。今日のお茶は煎茶です。すごいですね。暖かいかっこして。よろしくね。はい、お願いします。お気に入りの服はありますか？あるんですよ。でも一つ出せない時あるんで。ご自分で着たお洋服を選んでいただいて、で職員がお手伝いして、本当にできないところを解除するっていうのが私たちのお仕事になります。すごい世話になってるもんね。こちらこそ。介護現場は夜勤があってきついというイメージがあるかと思いますが、合唱園では夜は夜勤専用のスタッフが担当します。日勤と夜勤の職員を分けることで不規則だった働く時間を改善しています。ズバリ本音が知りたい質問コーナー。これから福祉業界を目指す学生を代表して質問させていただきます。はい、よろしくお願いします。介護職を選んだきっかけは何ですか？大学3年生の時にゼミの実習でまず最初1週間デイサービスに行ったことがきっかけで、そこでいろんな高齢者の方と接してみてすごく楽しくて、それで介護の仕事に就きたいと思いました。介護職でなんか不安とかなかったんですか？最初はすごく不安でした。基本技術は私は本当に入職して初めて教えてもらって、最初の1ヶ月間は先輩職員にもうほぼマンツーマンでずっとついてもらいました。一般の方が持つ介護のそのお給料が低いとか働いててどう感じますか？1年目2年目の今いただいているお給料は、まあ、基本給とかは普通の OL さんと大体同じぐらいなのかなっていうふうに思いますね。だから世の中で言われている低賃金っていうふうには私は感じてはいないです。そのお仕事の大変さとお給料ちょっとギャップがあるなとか感じたことはないですか？私はないですね。仕事も私は毎日定時でほぼ定時で上がっていて、お仕事終わった後も、まあ、買い物に出かけたりとかカフェで読書をしたりとか家でのんびりしたりとかできています。お休みも週に2日はあるので、まあ、自分の好きなように趣味に使ったりお稽古に通ったりそういうことができています。やっぱり介護職って今若い人って必要とされていますか？やっぱり若い人から見て、まあ、その介護のマイナスのイメージってあると思うんです。一回実際に足を運んでいただければ、あ、全然自分が思ってた感じと違うんだなっていう風に感じていただけると思います。私が実際に本当そうでした。福祉だからって自分が辛くて人のために一生懸命頑張るだけのお仕事ではない。人を幸せにしつつ自分も幸せになっていい、そういうお仕事だなと思うので、ぜひ若い人にも進んでほしいなっていうふうに思います。ありがとうございます。皆さんは産休や
育児休暇を知っていますか？妊娠や出産した後も働き続けたい人を応援する制度で、出産前後や子供が1歳になるまでに一定期間お休みをもらうことができます。在籍6年目のスイズさんは、産休や育児休暇、施設内にある託児室などを利用しながら育児と仕事を両立しています。はい、私結婚してから子供を産んでもずっと働き続けたいと思っておりまして、妊娠した時にみんなが重いものを持たないような軽作業のものに切り替えてくださって、すごい気遣ってくれたので、とても働きやすかったで、最後まで何事もなく妊娠期間を終えることができました。はい、産休と育児休暇、そしてその後復帰した時に夜勤をやらなくていいということと、あとその育児時短勤務という働きやすい環境というのはとても今ありがたく思っています。育児時短勤務とは、1日8時間の勤務時間を6時間に短縮できる制度で、育児で大変な職員を応援する取り組みです。そうですね、インカムとかタブレットとか新しい介護の形、介護施設の形っていうのを体験して、どんどんこの介護業界っていうのが進化しているのをすごく身近に感じました。一人で介護しているわけじゃないっていう、そのみんなでやっているっていうことを聞いて、そういう介護現場なんだなっていう、一人じゃないからこそできる介護なんだなっていうふうに思いました。介護のお仕事は、高齢者の人生を支えるやりがいのあるお仕事です。きついイメージもあるかと思いますが、合唱園ではインカムやタブレットを活用した仕事の効率化や、夜勤専用職員の配置による不規則な働き方の解消、また託児室を設置して出産後や育児中も安心して働ける体制づくりなど、職員の負担を減らし、きついを解消、より良いサービスにつなげる取り組みを行っています。福祉の現場では、他の施設でも働きやすい環境づくりを進めています。これからの介護現場にご期待ください。